はーい、あつしです。はい、えー、今回もよろしくお願いします。お願いします。で、今回はアニマルコミュニケーションの、まあ、講座が、まあ、世の中にいっぱいあるっていうところで、まあ、あの、どういう風な講座があるんかっていうところをちょっとお伺いできればなと思います。はい。このチャンネルは動物話したい人に向けて配信しております。チャンネル登録と LINE の無料講座の登録よろしくお願いします。 ということで、じゃあ、あの、まずですね、まあ世の中にアニマルコミュニケーションの講座が、こう、いくつかあるか、あるっていうお伺いしたんですけれど、はい。まあどんな講座があるか、ちょっと教えていただいていいですかはい。まあ2つに分けてもらいたいなと思うんですよ。うん、えっと、オンラインで受ける講座、はい。もしくは対面の講座、この2種類に分かれるかなと思うんですね。で、そっからあとは1日の講座なのか、2日の講座なのか、1>, うん、1ヶ月なのか、 三ヶ月なのか、半年なのか。なる,なるほど、なるほど。はい。何かの、ね、この講座によっては、初級、僕、うちもそうなんですけど、初級、中級、上級って分かれてたりだとか、はい。なんかこの先生になるまでにちょっと時間がかかったりとかっていうところもあったりとかするんで、はい。まあ、そこのやり方によっていろいろあるかなっていうところはありますよね。はい、なるほど、なるほど。ちなみに、どういった形態が、はい、まあ、厚井先生の見る中では多いんですか最近、やっぱりコロナになってから、はい。オンライン講座が非常に多くなって、 たなるほど、なるほど。それまではほとんど対面とかしかなかったのかなって思うんですよね。ああ、なるほど、なるほど。ちなみにじゃあその対面とオンラインで、なんか学びの差というか、その喋れるようになるスピードというか、っていうのはなんか特に変わりはないんですか結構。 ありますかその差っていうのは。そうですね。対面と、うん、このオンラインであれば、はい、このオンラインとかだったら、ズームとかで見ながらね、はい,はい、はい、毎月毎月とか、話していけるんで、うん、そこまでの差は生まれないんですよ。うん、あ、なるほどなるほど。ただ、ビデオ講座とオンライン講座は、ちょっと、 と変わってきますね。あ、なるほど、なるほど。オンラインの方がより早く喋れるようになる。そうですね。というより、はい、その受ける側の人が、はい、このあんまりこのワイワイしたところに、うん、この入りたくないっていう方もいてるんですよ。ああ、そうなんですね。なるほど、なるほど、はい。とにかくまあ一人で学びたいっていうんですか、はい、ああ、はい,はい、はい。基本一人で学びたいっていう方が、はい、オンラインではなく、そのビデオ、なるほど動画講座に、 行かれて、はい、みんなでワイワイ喋りながら学びたいっていう方がオンライン講座と思ってもらったらいいんじゃないかなと思いますよね。あそうなんですね。はい、まあその人に、まあよりきりって感じですそうです。あなたの性格によりっていうか <laughs>、うことです。なるほどですね。まあその自分の性格に合った、まあまあ、講座がいっぱいあるから、まあそうですね。あったものを選んだらいいんじゃないかっていうとことですかね。ねはい、ただ、はい、選びすぎても,もうどれにしていいかがわからない。<laughs> な,るなるほど、なるほど。なので、対面なのか、はい、オンラインなのか、 ビデオなのかはいはい,、はい。っていうのを決めて見ていくっていうのがまずはいいんじゃないかな。なるほど,なるほどで。そっから先はどのぐらいの期間で学びたいのかっていうので、え、選んでもらったらいいんじゃないかとなと思うんですけど、はいはいはい。二、えー、日とか三日の講座はちょっと僕はお勧めしないなと思うんですそうなんです、ね。それは何でなんですかえー、なぜかというと、はい、えー、二日とか三日とかな何日単位っていうのは、知識でしかない。はい ああ、なるほど、なるほど。もう知って、チェも、覚えておいてほしいんです。なるほど、なるほど。まあ、アニコミ自体は、まあ、そんなに短時間で習得できるものではないよ、というところ、ね、そうですかね。だって、この自転車乗るのも、でも2、二日三日じゃきつくないですかしんどいですね。はい。なんか、えっ、ー、と、右足こいでから左足をこぎながら、<laughs> うん、このバランスで、まっすぐ進めるようになるっていうのは、二三、うん、日で覚えれると思います。はい。ただ、それが、 ちゃんとしっかり身につくか、はい、って言ったときに、2、3日では難しいんじゃないかなって思いますね。ああ、なるほど、なるほど。はい。最低何ヶ月単位にしてほしいなっていうところですね。なる,なるほど、なるほど。はい。わかりました。<laughs> じゃあ、えっ、ー、と、まあ、世の中にある講座の中で、まあ、厚木先生が一番、まあ、おすすめするのでは、中長期の。そうですね。3ヶ月とか6ヶ月ぐらい。ただ1年に行くと、だれてくるんですよ。なるほど。長すぎもよくて、ね。<laughs> はい。長すぎると、なんか、ね、学校とかもね。はいはい、この、結構、 専門学校とかって言っても3年とかね。はい、あったりすると、だれて、だれるじゃないですか、確かにちょっと。<laughs> そうですね。はい、だれないでそのまま行ってもらいたいんで。やっぱり3ヶ月とか6ヶ月ぐらいっていうのがちょうどいいんじゃないかなと僕は感じてますね。なる,なるほど、なるほど。難易度的にもね。はい,は,いはい、はい、はい。 じゃあ、まあ、期間で言うと、ま、3ヶ月から6ヶ月ぐらいの中期のもので、まあ、あの、講座のタイプに関しては、ま、その人に合った。そうですね。タイプで対面、オンライン、ビデオ講座。まあ、それを選んでもらったらということですかね。わ、はいはい、かりました。まあ、そういうふうな感じのいろんな、ま、講座が世の中にある中で、 あの、厚木先生もね、実際に講座でやられてるっていうふうなことなんですけれど、はい、まあそこについてちょっとあのお伺いできればなと思うんですけれど、まあ、まずはどういうふうな種類というか、どういうふうな形式で教えられてるんですか、うん、はい、僕の場合は対面で、うん、プラス来れない方は大阪でやってるんですけどね、はい、来れない方は、えー、とズームでっていう、うん、こう20人ぐらい集まって月1回教えてるっていうリレーションシップアニマルコミュニケーションっていうのが一つあって、はい、もう一つは、 えっと、僕がオンライン講座、前、はい、少人数制でやってた、もう今やってないんですけどね。はい、そこの、 ビデオを見て学べるって6ヶ月間ね。はいうん、はい、学べるビデオ講座っていうのをやってます。なる,な,るなるほど、なるほど、なるほど。で、僕の生徒さんが、僕の前の少人数制で、引き継いで、えっと、オンライン講座っていうのを今、されてます。なる,なるほど、なるほど。まあ、3つあるっていうことですね。つあるですね。はい。まあ、じゃあ、さっき言ってた、その、全部のタイプがあるって感じですかね。直接とオンラインと、そうですね短。短期間がないんですけど、全部6ヶ月。はいはいはい。 まあ、ね、形式は全部ありますね。そうです。そうです。形式は。はい、全部ありますね。はい、わかりました。じゃあちょっとね、その三つのタイプ。 なんですけど、まあ、それぞれちょっと特徴、まあ、どういった方が参加されてるんかとか、まあ、どういうふうなメリットがあるんかとかっていうところをちょっとお伺いできますかはい。まあ、リレーションシップアニマルコミュニケーションっていうのは、やっぱりこう、大阪で開催してるんですけど、うん、まあ僕が直接教えるっていうのは今のところそこしかないんで、うん、あ、なるほど、なるほど。はい。また、ちょっと募集は決まってないんですけど、うん、まあ、10月とかそのぐらいになるんじゃないかなと思ってるんですけど、はい。何かこう、一つのところにこう、集まってきていただいて、 いて、はい、え僕が教えると。うん、で、えー、それだけじゃなくて、えー、月に1回、プラスアルファで、はい、えと先輩からの、うん、えとセミナーが。あ,はい、あ、なるほど、なるほど、はい。僕、初級、中級、上級っていうのをやってるんですけど、はい、その上級に行かれてる先輩からのセミナーっていうのを、毎月1回してもらうっていうのと。うん、なるほど。 あとは、月に1回の全員参加の、参加できる練習会っていうのをやってます。うんなるほど、なるほど。まあ、その練習会では、まあ、実際に動物と話す練習っていうところですかね。そうですね。ビデオ講座っていうのを、この、僕が全くこう入ってないっていうことはないんですけど、えっと、上級に行ってる先生に、えっと、管理をしてもらってるっていうんですか、うん、京子さんっていう方にちょっと管理をしていただいてて、えっと、Facebook で基本、 あの、質問あったら質問してもらって、その京子さんが全部答えてくれるっていうの、プラス月1回その京子さんが講師をしてくれて、セミナーをしてくれるっていうのをしてますね。あ、そうなんですね。はい。じゃあもういろんなタイプでやられて、そうですね。いろんな方が関わって、はい、そうですね。生徒さんが手伝ってくれてます。なるほど。めちゃめちゃ雰囲気良さそうですね。そうですね。はい。ありがとうございます。はい。じゃあ、今回の動画では、まあ世の中どんな感じの、まあ、 アニマルコミュニケーションの講座があるのかっていうところをお伺いして、まあ3つのタイプがあるっていうのと、はい、あとは期間ですね。も様々っていうところと、まあ厚木先生の講座では、あの3つのタイプと、まあ期間は半年間かけて教えてると。 いうところで、はい、あの、お伺い、えー、していきました。はい。じゃあ最後にですね、ちょっと厚井先生の講座、まあちょっと受けたいっていう方が、もしかしたらね、動画見てる方でいらっしゃるかもしれないんですけれど、そういう方はどういうふうに、あの、したら厚井先生の講座を受けれるんですかね。僕の、こう、えっ、ー、と、YouTube の概要欄に、うん、LINE の無料講座の登録っていうところがあるんで、そこ登録してもらったら、そこから、 えっと、興味ありますって言ってもらったらいいかなと思います。あ、なるほど。ありがとうございます。はい、じゃあ、興味ある方は概要欄にあるところから、LINE、はい、から登録していただければなと思います。はい。はい、はい。それでは本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。じゃあね。概要欄にある LINE に登録していただくと、ペットと話する練習方法を無料で公開しています。ぜひ登録の方よろしくお願いします。